ではノイシュ、確かに伝えましたからね。はい、ありがとうございましたヘレス様。何かあったのですか？キョーリの母からの手紙がヘレス様のもとに届いたそうで、近況を教えてくださったのです。エルバハからですか？城が魔物に襲撃された際の怪我の調子はどうなのです？問題なく回復しているそうです。ご心配をおかけしました。エルバハは私と姉上にとって育ての母も同然、心配は当然のことです。それに彼女が城で防戦に加わっていたおかげで留守にしていた間の状況を聞けた。父王の最後の言葉も感謝しています。このオルを父は内周、ここのところ私は何者なのかと考えてばかりいるのです。アルスター島が議会制となったことで私は王子ではなくなりました。当然王となることはもうない。それ自体は納得していることです。民のため、島のためとなる選択を誇ってもいます。しかし一方でどうやら私は途方に暮れているようなのです。生まれた時から王となるべく育てられ、そのように生きてきた私はこれからどのように生きていくべきか、私は何者であるというのか、おそらくこれは不安と呼ばれるものなのだと思います。セレール様、この足元の定まらぬ不安を私はすでに知っている気がします。幼い頃、父に愛されていないのではと怯えていたあの時の不安と似ているのです。それは、すみません、弱音を吐きましたね。僭越ながら、すでに王子ではないとおっしゃるなら、時に弱みを見せても構わないのでは？そうでしょうかね。やれやれ、仕方のないやつだ。セルール。姉上、何のご用です？また茶菓子作りの手伝いでも？それはまた今度頼むことといたしましょう。あなたのことです。うん、己の道行きに悩んでいるそうですね。スカーサー様より伺いました。な、私はノイシュにしか。女の耳は遠くの声もよく聞き取るのです。覚えておくと良いでしょう。隠れて聞いていたわけですね。盗み聞きとは趣味の悪い。あなたが何かを悩むとき、ノイシュを頼るのは常のことですが、たまには姉である私に相談してみようとは思いませんか？引っかき回されるのを承知でご冗談を。セルエル、
わかりました。私のこの先について、姉上に良案が終わりで。私が、というわけではありません。しかし、うってつけのものを示すことはできます。リアファールの石の託宣をお受けなさい。他の石は触れた者の運命を告げる石。アイルストの初代の王を見出したのもリアファールの石です。あなたの未来に続く道筋を示してくれることでしょう。リアファールの石、王を選ぶ託宣の石ですか。あなたのことです。すでに悩みについては考え抜いているはず。それでも答えが出ぬのなら、自分の外に答えを求めるのも時には必要なことです。姉上のお説教も久々となると妙に昔が懐かしくなりますね。どうしてお前という子はそういう言い方しかできないのでしょうね。まったく、どこで育て方を間違えてしまったのでしょう。姉上が育てたわけではないでしょう。まったくと言いたいのはこちらです。しかしご助言には感謝します。リアファールの石、確かに試してみる価値はありますね。我らアイルストの名にかけて。ほう、言いおるわ。さあ参りますよ。はっ、御身に神竜の加護受け取るがいい。礼を言います。誇りと誓いはこの胸に。決意と覚悟をその刃と共に掲げる。私はもう開墾に沈むことはない。この身は他の命を守るために。女と侮られたくはありませんね。可能と不可能を見極めなさい。が長引かその程度か。我が力にてそなたらを守ろ。我に激凛に触れたぞ。許されると思うな。邪魔をするからよ。我らの栄光アルスターと共にあり。ほう、そなたが緊張を表に出すとは、面白いところを見たものだ。神竜様は少々ご趣味が悪いようで。少なくとも盗み聞きの癖は直した方がよろしいですよ。そなたの声が大きいのが悪い。あれでは気空艇の端から端まで響き渡るだろうよ。やれやれ。どのような託宣がリアファールの石から下されようとも、そなたはそなた自身にしかなれぬ。そのことを忘れぬようにな。ご忠告、痛み入ります。さて行くとするか。どのような託宣が下るか、ことここに至れば楽しむしかあるまい。
我らはアイルスとの名にかけて人誇りと誓いはこの胸に決意長引かせたくはありません。それだけ損害がふさわ参りますよ。よかろう、女と侮られたくはありませんね。可能と不可能をとがめだ。私はもう開墾に沈むこと、この身は他の命を守るために。神竜の加護、我の逆鱗に触れたぞ。我が力にそなたらを守ろう。邪魔をするから。まずは生き延びたことを喜びましょう。セルル、リアファールの石に手を触れ、目を閉じ心を澄ましなさい。ええ、リアファールの石よ、我の運命、進むべき道を告げよ。これはリアファールの石だけでなく、セリエル様の剣が輝いている。セレル様。大事ありません。光と共に確かに託戦を賜りました。リアファールの石は何と？ゴームグラス、父上からお預かりした剣の真の持ち主たれと。ゴームグラスは国の守護者が持つべしとされ、王家に受け継がれてきた剣。私とあなたが他国に出征する際に、父王からあなたの手に託されたのでしたね。そうです。石はこうも告げました。ゴームグラスを輝かせられるのは先代の守護者に認められた者のみと。先代の守護者、それはもちろん前王であるコノール陛下ですね。そしてセレール様は以前よりゴームグラスの刃に輝きを宿すことができた。つまりコノール陛下はセレール様を認めておられたということになります。父王が私をゴームグラスにリアファールの意思、疑う気持ちはありませんが、しかし私の力。